伝統芸能サルマンショーを披露させていただいております。お猿さんって疫病が去る、魔が去る、病気が去る、災難が去ると言われておりまして、年の初めに見ると縁起がいい動物として、昔の人は神様の使いとして、そういうふうに神聖な動物として言われていました。そんなお猿の蔵之介くんがなんでこんなに一生懸命頑張れるかと言いますと、今回のお客様のようなたくさんの拍手ご声のおかげなんです。そして蔵之介くんが頑張れる理由があと一つあります。それは皆様からのご理解あるご祝儀によって私たち日々支えられております。大体こんな空気になると思ってました。いいです、気になさらないでください。今日は日本の伝統芸能を皆様の前で披露できるということで、ちょっと張り切りましてこのような大きなカゴをご準備させていただきました。一番大きいカゴを持ってきました。最後の技が決まりましたら、蔵之介くんと一緒に皆さんの前をぐるっと回らせていただきたいと思います。その時に皆さんのお気持ちを入れてあげてください。僕らが一番ショックなのが、カゴの中に評価を入れてもらえないことではありません。途中でお客様が去ってしまうことが一番ショックです。一生懸命頑張ってます。最後まで見てあげてください。そして今日は楽しんでてください。それが一番です。そしてこんなこと言われてもね、どれぐらい入れてあげればいいかちょっと基準がわからない、そういったお客様多いと思います。これあくまでも参考なんですけど、蔵之介くん、こういう丸いタイプよりも四角いタイプが大好きです。できるだけ蔵之介くんにも分かりやすい形に変えての評価を入れてあげてください。そして、今日トークアビスということで、普段お配りしていないんですけど、こちらお猿のお守りカード、神の使いと言われているお猿の魔除けカードをね、ご用意させていただきました。こちら500円以上入れていただいたお客様にお配りさせていただいております。最後の技決まりましたら、気持ちよく大奮発を入れてあげてください。最後の一芸一生懸命頑張ります。はい、どうぞ蔵之介くんへの気をつけ、最後までの